政治とはいかにあるべきか。医学の中にヒントがある。私はこう考えます。メスを入れる。できればしないに越したことはありません。しかしここぞっていう時には体の中に癌ができた、腫瘍ができた、どうしてもそれを取り除かないと健康にならない、元気になれない、だったら血栓と病巣を取り除くためにメスという外的な力を用いる、まあそれもあり得ると思います。政治の世界における波動というのは、合意形成はさておき、とにかく前に進める方便として、そのようなあり方も時には必要となる場合もあるかもしれない。しかし免疫力を高め、体質改善をし、健康寿命を伸ばしていく、そのためにどう患者を励まし、病気を予防するための賢い食生活、そして正しい生活習慣を実現するためにサポートを行っていく、このことこそ王道と呼べるのではないでしょうか。何のために手段があるのか。このたゆまぬ施策と責任と行動があれば、波動と王道という単純な人間論から人間は解き放たれ、真の意味で力強い社会が実現していくのではないでしょうか。